はい、こんにちは、フォトレショーです。いつもご覧いただいてありがとうございます。本日は EOS R5 の話題でございます。EOS R5 が発売されまして、発売日の、ね、配信をご覧いただいた方ももしかするといるかとは思うんですけども、その中でもね、ざっくりのファーストインプレッションみたいなのはね、その中でやったんですけども、実際に撮影してとかいじり倒してっていう感じでもなかったので、ちょっと浅かったので、今日はね、発売をまだ3日か4日ぐらいしか経ってないですけども、初めにいろいろと触ってみた感想、そして私は発売日に EOS R を買って、 RF レンズが今何本あるのかな、 1,2,3,4,5,6,7,8,8 本あって、常に EOS R で、仕事もしていてっていう、まあ、カメラマンが R5 を買って触ってどう思ったか、一意見として聞いていただけるといいかなと思います。最後までご覧ください。はい、というわけでございまして、ここにねあるわけなんですけども、 EOS R5 でございます。で、 EOS R5 のまあ、情報はねもういろんなところに出ておりますので、今ここで今更そのスペック云々みたいな話をするつもりはないんですけれども、まあその3日ぐらいですね、ずっとこう触って、まあ設定とかね、いろいろいじったり、まあ、ちょこっと撮ったりっていうのをこう繰り返しておりまして、一言でどんなカメラかというとですね、持ってるとにやけるカメラですね。これはねマジでにやけます。特に EOS R とかから乗り換えた人とかはもうにやけが止まらないと思いますし、 5D Mark IV とか Mark III とかで、はたまた 1DX とかを使いの方もすんなりと移行できるというカメラになっているのかなと思います。で、特にねそのEOS R からの伸びしろが半端ないんですよ。当然値段もね倍近くになっているので、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、まあ、語弊を恐れずに言うならば、今現在市場にあるカメラの中で間違いなく最高の機種、まあ5本3本指ぐらいには入ると思いますね。で、当然ね操作の好みとか絵の好みとかいろいろあると思いますし、撮影に必要な機能がどれかっていうのはカメラマンによっても違うんですけれども、何でも撮れるカメラです。本当に何でも撮れるようになっちゃったってことですね。はい、でキヤノンはその撮影領域を広げるっていうのがその企業理念としてありますので、レンズでもボディでもその撮影領域を広げるというコンセプトに従って、まあ、やってるっていうのを非常に感じさせてくれるというカメラになってるのかなと思います。でですね、まあ最高のカメラだと申し上げましたが、発表当初はね 8K のローが撮れる、内部記録できるということで、スワ 5D マーク2の再来かということでかなりの話題をかっさらいまして、まあ、そこばっかりが注目されて、でおかげさまでその 8K だと熱の問題でね長時間撮れないよ、まあ、オーバーヒートの問題っていうのでも情報がねいろいろと出てきて、まあ、世間を賑わせておるわけなんでございますけれども、いいですか、これはスチルカメラです。動画も撮れるで、その動画も撮れるのもがすごいでかくなったっていうだけで、あくまでスチルっていうのを守ってるんですね。 R5 に関しては本気で動画やりたい人はシネマイオスに行ってくださいっていうのが、まあ、キヤノンさんの戦略ではあるんですけども、その中でも 8K ローが撮れるとか 4K60p がちゃんと内部で 10ビットで撮れるとかやりすぎなぐらい入ってるんですよね。要はもう今基本となっているスペックは完全に抑えてます。何にも心配することなくこれで動画を撮ってもらって構わないんですけども、それ以上の 8K をローで撮りたいっていう人は、まあ、ちょっといろいろと工夫が必要ですよ。じゃあ入れなかったらよかったんですかって話になるじゃないですか。入れてもらったんだから使いましょうよって話で、でさらにそれがメインの機種じゃないんですよ。これは静止画のカメラなんです。スチルカメラなんです。 8K ローを熱暴走なしに撮ろうと思ったら、まあヒートシンクつけるとかそのファンつけるとかってなって S1H みたいになるんですよ。いいですか、 S1H 1.2 キロあるんですよ。マジで S1 ってミラーレスのくせに人殴り殺せるぐらい重たいじゃないですか。でさらにその中でも一番重い S1H 動画用のラインナップとして S1H っていうのがあるんですけど、それはその
ファンがついてて排気、吸気排気ができるようになっていて、あのセンサーを冷やしてるのでオーバーヒートないよっていう感じなんですけども、その機種は 1.2 キロなんですね。 EOS R 650グラムですから、それはね、筐体が大きい方が熱には強いですよね。放熱面積も強いですし、でしかも強制冷却というか、まあ、アクティブな冷却装置がついていればオーバーヒートしないでしょう。でもこれはスチールカメラですから、でそこばっかり注目されちゃったんで、なんかリコールだなんだって言ってますけど、まあないと思いますよ、それはね。あの冷やしながら使えばいいわけですよ。金持ってる人はこれ2台3台とね、カットごとに分ければいいんですそんな金持ちはいないと思いますけど。でなので、その動画で悪目立ちしちゃってるんですけれども、そのスチールの機能、スチールの性能として見たら本当にもう世界一のカメラです、今のところと思います。当然その中盤でセンサーのサイズとかっていう部分で言うといろいろと語弊は出てくるので、フルサイズセンサーを搭載したカメラにおいてという注釈をつけさせていただきますけれども、おそらく最高の機種です、現状。今度出る EOS R6 センサーとか、ちょっと上部のボタン類、まあ、ダイヤル類が違うだけで、まあ、中身はほぼほぼ一緒という話なので、スチールだったらそっちでもいいかなと思ったんですけど、これ、ね、触ってみてね、誤解だったように気がつきました。あのね、レスポンスが本当にいい、操作にストレスがない。 EOS R はね、やっぱりもう慣れちゃったんで今はもう何のストレスもなく操作できるんですけど、こっちにしちゃったらもう戻れなくなっちゃいましたね、だるいでね、操作のレスポンスが本当にいいんですよ。あの本当に R を使ってた人は感激すると思います。で、まあボタンも増えましたしね、皆さんの悪名高いマルチファンクションバーからマルチコントローラーがついて、タブ電子ダイヤルが増えて、ダイヤルがね、レンズのダイヤルと含めると1234ダイヤルカメラ、4ダイヤルカメラなんかないからねこのあとその設定をする動画を撮るんですけども、それはねその時にまたいろいろとあだこで言いますけど、とにかく操作性がもう格段に向上しましたね、それは間違いない。さらにその先ほどレスポンスが良くなったって申し上げましたけども、液晶をね、タッチパネル液晶を、お覗きながらタッチパネル液晶を触るとフォーカス指でこうって移動できるんですけど、EOS R の時はそれね、ちょっとね、やっぱね、レスポンスが悪くて操作しづらかったんですよ、思った通りに止まんなかったり。ところがね、今回レスポンスめちゃくちゃ良くて、このタッチ&ドラッグ AF がめちゃくちゃ気持ちよく決まるんですね。なので僕的にはこのマルチコントローラーいらなくなっちゃった、そのぐらいレスポンスは良くなりました。 EVF も綺麗ですし、まあ、EVF はね、EOS R とそんなに見え方変わらないんですけど、まあ、画素数上がってるって話ですし、手ブレ補正ですよ、まあ、ボディ内手ブレ補正初めてね、あのキャノンが入れてきました。でこの機器がめちゃくちゃいいんですよ。 50mmF1.2 で、あの手ブレ補正入ってないレンズなんですけど、手ブレ補正入ってないレンズでも結構止まります。 RF50mmF1.2LUSM は7段手ブレ補正が効くってね、ボディ内で7段ですよ、何やってるかよく分かんないよね。でこれおそらく RF マウントが非常に大きなマウント系を使っているので、あのセンサーのねシフト位置がかなり大きく取れるんだと思います。っていうことも手伝って、結構な手ブレ補正が効くと、もう7段ぐらいで行ってしまうと手ブレよりも被写体ブレの方が心配になるということですよね。すげえの出してきたなと思いました。で先ほどの話に戻るんですけども、これ動画も撮れる、この手ブレ補正も動画でどのモードでも効きます。ハンドヘルドで結構な安定した映像が撮れる。さらにですよ、さらに AF がね相当進化しました。その人、瞳で動物で、動物の目、鳥の目、開封のライブをご覧いただいた方はね、ちょっと見て、ちらっと見ていただいたと思うんですけれども、認識も早いですし、そう認識したものへの食いつきもめちゃくちゃいいし、さらに連写がメカで12コマ、電子で20コマで、この連写が20コマの連写がですよ、 AF 食いついた状態でちゃんと切れます。その 20連写できる、でしかも AF はもう安心、めちゃくちゃ早いし安心で20連射できる。その20連射が4500万画素なんですよ。で4500万画素20コマ撮れるカメラ今ないんですね、世界に。これだけです、これだけで。4500万画素って言ったら 5DS だっけ、 5DS っていうその高画素モデルありましたよね、それが5000万画素ですよ、5060万画素かなです。その1割引きで連射が20コマまで切れる、もうね革命的じゃないですか。 1DXM3 って20コマ、電子要はライブビュー撮影で20コマ
出せるんですよ。なんですけど、あいつあっち2010万画素ですよ。倍です。こっち4500万画素で20コマと。4500万画素あったら、まあ全紙サイズのポスターとかいけちゃうわけですよね。それがこんだけ連写できる、しかも AF 速い、もうこれ以上いりますかっていう話なんですよ。これもうね 1D に置き換わるレベルだと思います。わかんないですけど 1D を使ってないんでただね、めちゃくちゃいいんだよね、レスポンスが。で、あの僕は R を発売日に買って R のレンズを全部買うって宣言して、あのここまで R のレンズをね、 RF レンズをこうちまちまと買い足していったんですけど、今出てる RF の L レンズはほぼ今スタジオにあります。最高の性能のカメラを最高の性能のレンズで使えるという今状態にあって、めちゃくちゃ今ハッピーですね。不満点もね、ないではないんですよ。不満点その1としては、まあ、やっぱね、その言われてたんですけど、電池があんま持たない。ただ電池持たないって言っても、あのね、結構撮れますよ。あの1本で500枚ぐらいいけます。その条件にもよると思うんであれなんですけど、なのでそんな心配しなくていいんじゃねえっていう気はしてます。で、あとね、シャッター音がちっちゃい、マジで超上品な音で、これ以上でかくならないんで、あのね、モデルと対話して撮るようなあの撮影には若干工夫が必要ですね。雑踏とかだったらもう全く切られてるの分からないと思います。それぐらい静かですね。ただ静かなのはスポーツ撮影にはめちゃくちゃいいんですよね。あのオリンピックの会場とかでめちゃくちゃうるさいじゃないですか、 1D とかね、 D6 とかのあのシャッター音、こんぐらいだったらスポーツの試合の最前とか、あの観客席の最前とかにいても全く邪魔にならないですし、絶対いいと思うんだよね。で、おそらくなんですけど、今回発売日が7月30日になりましたが、もしかすると本当はオリンピックの23日に、オリンピックの前日の23日に売る予定だったんじゃないかなって、本気でオリンピックにこう使わせようとしてたっていう気がしますね。あの延期になっちゃったんで、じゃあいいかってゆっくり多分出したんだと思うんですけど、おそらくこれね、オリンピック行けると思うんだよね。すでにその何人かの人には渡されていて、これオリンピック取ってねって言われてたはずかなとは思います。そのぐらいレスポンスいいし、化け物で、その総合的に見ると今 1DX を一部で追い越しちゃっているので、実質キヤノンのフラッグシップは今 R5っていう形になるのかなと思います。このままの状態で縦繰りつけた状態で R1 って簡単に出せるんですよ。 R1 すぐ出ると思います。で、 R1 俺お前買うのかって言われたら買いませんR1 はいらない。これね、本当にいいカメラですよ。なんでね、今品薄なので、あのまだ予約して届いてない人とか、予約しようかどうしようか迷っている人とか、まあ、いろいろいるとは思うんですけども、45万が出せるなら絶対幸せになれるんで買った方がいいです。で、ね、できたら本当に RF レンズと一緒に、何か1本 RF レンズと一緒に買ってみてほしいと思います。これ前から言ってる話なんですけど、 RF システムってそのボディもね、まあ、重要じゃ重要なんですけど、あのキヤノンは多分 RF レンズが主役だと思ってると思います。チャレンジングなレンズをね、こんだけ出せる、語弊があったらすいませんですけど、いわゆるそのサードパーティーって言われてたレンズ屋さんが出さなきゃいけないレンズなんですよそれをやっちゃってるんですね、キヤノンが。でキヤノンの RF レンズで、あの拙いレンズレビューたくさんやってますので、 そちらも見ていただきたいんですけども、 RF の L レンズに関してはほぼ欠点っていう欠点がないんですね。めちゃくちゃいいレンズばっかりで、あのレビューとかも、いやこれはいいですねしか言えないんですよ。細かい悪い点を見つけてなんとかレビューにしなきゃいけないレベルで本当にいいんですね。でこれにめちゃくちゃ本気で取り組んでるのはもう使ってても分かる。適当なレンズは一個もないんで、を使わせるためのボディなので、 RF レンズはぜひ一回買ってほしいって。 EF レンズの資産がっていう人もいるとは思うんですけど、今のうちに EF レンズ処分しとかないとどんどん二足三毛になっていくので、早めに RF に移行した方がいいです。シフトレンズとか超望遠的なやつとかはまだまだね、 EF レンズが現役の部分もあると思うんですけども、何の話だっけ、そうだから今品薄でね、
買えないんですけど、これはね早く予約した方がいいよ。それぐらい感動しました。本当ね困っちゃうんだよね、楽しくてこれずっと喋ってられます、はい、ただ、まあ、ずっと喋ってられるんですけど、あのこれ以上やってると取り留めなくなるんで今日はこのぐらいにしておきます。 EOS R5 めちゃくちゃいいカメラです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。